の刺繍教室へようこそ。今回はサンタを見たかったクマの続きをやっていきたいと思います。前回のベッドとクマの部分は別動画でありますので、そちらをご覧ください。今から刺繍して隠れるところに2回並縫いを入れて、1つ前の布目に戻って糸端を切ると、これで糸処理ができています。タッセルは正面から見た時に横向きになるように 3,4 針入れておきます。ここを一番最初に刺繍します。続いてカーテンを作っていきます。カーテンは右側のカーテンと左側のカーテンの部分で刺す向きをちょっと変えています。端から中央に向かって少し下がるような感じでステッチを入れていってます。基準線より下をまず埋めていって、このように裏をくぐらせて戻りながら糸を処理して、この空いている部分を埋めていきます。この部分のサテンステッチはガタガタしているとすごく目立ちやすいので、ゆっくりやりましょう。1本できたらそのまま2本目3本目という風に進んでいってください。一番端っこのカーテンの部分の縦のラインをきれいに見せたいので、今刺繍してある部分からサテンステッチしていって内側に差し広げていくのがおすすめです。私事なんですが、最近すごく目が悪くなってしまって、サテンステッチをするときにまあ見づらい、本当に見づらいです。今眼鏡を作っているところなので、ちょっと楽しみです。本当に目が悪くなると刺繍がガタガタしやすいのでお気をつけください。窓枠の上下はアウトラインステッチを使っていきます。窓枠少し存在感を持たせたかったので3本撮りにしました。上の部分がまずできたら、今度は中央の縦線を作っていこうと思います。この時この上の窓枠の上の部分をすくいながら真ん中まで来てください。このような感じで布の色が薄くて糸の色が濃い、かつ3本撮りだと結構透けて見えやすくなってしまうので、この部分今回刺繍が来ないから特に気をつけて真ん中に移動させてください。真ん中のこの縦の線の部分は上下の窓枠よりもちょっと太さを出したかったので、スプリットステッチにします。サテンステッチでもいいんですけど、ここまで刺してくると多分ベッドフレームの部分だったりとかカーテンとかで結構サテンステッチに疲れてくると思うので、なるべくこういうカチッとしたラインの部分でもサテンステッチよりは気を使わないステッチを選びました。こんな感じでスプリットステッチしていくんですけど、上から下に1本、下から上に1本、さらに上から下に1本で 1.5 往復するとこのぐらいの太さになりました。で今真ん中に糸があるので、このまま端っこから刺そうと思うと糸がビヨーンと渡ってしまいますので、こ
ここでもう一度糸処理をしておきます。ちょっと面倒に感じるかもしれないんですが、後から透けて見えてしまうのはかっこ悪いので、なるべくここは一回切って、カーテンの部分に絡めてから下をアウトラインステッチで埋めてください。糸が透けて見えてしまっていたり、ビヨーンって渡っていることを渡り糸って言うんですけど、渡り糸があるかないかでクオリティが全然違ってくるので、ちょっとだけ頑張りましょう。窓枠の下ができました。そしたら一回裏にくぐらせて糸処理をしましょう。この後なんですが、トナカイを刺繍するので2本取りにしたいので、針の穴から1本抜いて、これは一旦切って取っておいてください。この後また使います。2本取りにしたものをサンタさんの手の近くのあたりまでカーテンの裏を通して持っていきます。サンタさんの手は本当にちょっと見えてるくらいでいいので、ここはカーテンの出具合にもよると思うんですけど、2、3針ぐらい雰囲気が出ればそれで大丈夫です。続いてソリを刺繍したいので、ソリの部分の近くまでまた裏側を通して糸を移動させてから、カーテンとソリの付け根の部分からソリの先端に向かってアウトラインステッチをしていきます。カーブがあるので、カーブのところはちょっと細かめにすることでカクカクせずに繊細なカーブを描くことができます。ソリの部分ができたので、また裏に絡めて糸処理をしましょう。続いてトナカイを刺すんですが、真ん中の窓枠からトナカイに行った方が渡り糸が見えなくてすっきりするので、ここも面倒でも糸を一度切ってから刺繍してください。こういうね、針に糸を通すとかっていうのもなんか目が霞んでいるというかぼやけていて、でもやりにくいです。窓枠に絡めて、スプリットステッチなので比較的裏は絡めやすいと思います。基準線を入れたら顔から作っていきます。ここは暗いので影っていう感じにしたいので、窓枠と同じ色を使っています。本当にこの針を出す位置とかっていうのが見えないっていう状態に陥っていて、スマホを見たりとかするのもすごい距離が近くなっているので気をつけようと思いました。こんな感じで顔を作っていきます。
が短くなってきたので一度糸処理をしました。まだ糸がある方は下の体の部分途中まで作って糸がなくなったタイミングで糸処理してもらってからでいいんですけど、先ほど取っておいた1本の糸を針に通して1本取りの状態で裏にくぐらせましょう。1本なのでいつもよりちょっと多めに絡めてあげると抜けにくいと思います。そしたら角の部分と手綱の部分を一本取りでアウトラインステッチでやっていきます。なるべく渡り糸が出ないように裏を通しながら近いところからも作っていきます。手綱の部分は細いので1本取りにしてあげることで2本の線がくっつかずに独立して見えてとってもすっきりします。手綱を2本作ったのでここで糸を裏に絡めて処理します。出ているところがあればここで切っておきます。また近くに絡めてトナカイの胴体を顔と同じ向きでサテンステッチしていきます。中央の窓枠の左側の部分にちょっとだけトナカイの足先が出ていることで奥行きが生まれて躍動感というかそういうものが伝わればいいなと思ってちょっと面倒なんですが少しだけ出るように作ってます。これで刺繍は以上です。あ、嘘です。最後にフレンチノットステッチでトナカイの鼻を作ってあげます。途中で作っても、まあ、構わないんですがトナカイのシンボルといっても過言ではないので最後にバランスを見ながら入れていきます。私は2回巻きにしましたが大きい鼻にしたい方は3回巻きでもいいと思います。完成しました。今回の作品はあえてクリスマスカラーを使わずに仕上げたんですけどいい雰囲気が出たと思います。こちらの図案はミンネで販売していますので気になる方はミンネをご覧ください。またスマホ壁紙も販売中です。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。